おはこんばんちは、伊藤です。今回はクリスマス直前ということで、被服系重ね着冬コーデのクリスマスバージョンを2つご紹介します。どちらも無課金でできるので、ぜひクリスマスムードをご堪能ください。早速1つ目は定番のサンタ風コーデです。冬には少し寒そうな格好ですが、セクシーで可愛いミニスカサンタさんをイメージしています。サンタといえばこのオリオンシリーズが定番ですよね。重ね着の詳細はこんな感じ。武器は子供にあげる用のクマさんなので気にしないでください。オリオンシリーズはイベントクエストの雪中防火をクリアして手に入るきらめきチケットを使って作成することができます。星のダイバーシリーズもイベントクエストの水着よけれは月宿るをクリアして手に入る潜水チケットを使って作成することが可能です。色彩設定はこんな感じ。サンタのイメージ通りベースは赤で、ファーやモコモコ部分を白にしています。アレンジするなら黒と白なんかでも小悪魔サンタ感が出て可愛いですよね。2つ目はサンタといったらやっぱり欠かせない相棒トナカイです。本当はガウシカフェイクなんかがあれば最高だったのですが、残念ですがイメージに近い角で代用しています。ちょっとゆるキャラっぽい着ぐるみ感を出したかったので、ダボっとしている感じに仕上げてみました。銅のオリオンと腰のダイバーはサンタと同じ重ね着です。特に腰のダイバーの後ろの樽がトナカイの尻尾にも見えてより可愛いですね。足のゆるい感じも着ぐるみ感が出ていて結構お気に入りです。重ね着の詳細はこんな感じです。頭のキュリアクラウンはイベントクエスト破壊と滅亡の共演で手に入る交渉チケットを使って作れます。その他の頭候補はコントンモアの頭やカイ克服テオの頭、そして全ての盟友クエストと重要調査クエストをクリアした後に出る高難度モンスターハンターをクリアすると入手できる幻想の宝冠などでしょうか。色彩設定はこんな感じ。基本的にトナカイの茶系を中心に違和感がない程度に明るい色も足しています。クリスマスシーズンということで少しでも雰囲気を出したいという方はぜひ参考にしてみてください。今回の内容が良かったと思っていただけた方はぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。星が